切らしてもらおう。あとはここをね、向こうから切ったら向こうの方向に倒れると思います。ちょっと安全に気をつけていこうか。電動を使うと早いですね。切れました、今切ったのは桜の木なんですけど、ちょっともう一本ね、金を植えるように切らしてもらいます。あまり太いのもね、ちょっと難しいんで、もうこのぐらいの太さこれでいきましょう。やっぱりこういう電動工具使うと早いですね。で、今回は、スイカでね、ナメコ。で、ナメコはね、去年1年でね、ど素人の僕でも出てくれたんでね、味を占めて、今年もね、スイカで1箱植えます。400個ですね、菌がね。で、あともう一つがね、これ、椎茸。
で、多分ね、椎茸って結構ね、いろいろ難しそうなんで、多分ね、まあ出ないっていうね、前提なんですけど、椎茸をね、まあ放置ですけどね、まあやってみようと思います。まあ何個かでもね、出たらいいなと思うし、まあ、ちょっとね、まあ勉強もしてみようかなと思います。椎茸の菌も400個買いました。まあ本当はね、12月ぐらいにやりたかったんですけど、ちょっとね、まあ時期を逃して、今1月です。で、さっきね、木を切ったんで、で、それにね、まあ今から菌を植えて、で、できたらね、まあこのシートとかを被せて、で、仮伏せっていう作業をね、まあします。そこまでね、まあできたらいいんですけどね。で、その状態で、梅雨前までね、まあ放置ですね。菌を植えていきましょう。おそらく、失敗するだろうと。ドクター森さん。うん。凍ってるのか、菌で固まってるのか。これぐらいちょっと菌を繁殖させた方がいいんかな。わからんけど。一個一個がね、こんな菌になってます。これを穴開けてね、打ち込む。結構ね、楽しいんですよね。一応ね、去年一回やってるんですけど、多分15センチ間隔ぐらいだったと思います。まあ適当ですけど。すいません。では、この開けた穴にね、トントンしていくだけです。向きがあるんでね。木さえ切り倒せたらね、あとは本当に楽なもんです。よし。で、開けた穴にはね、必ず埋めてやらないと、まあ、雑菌との戦いみたいですね、ここから。なので、こういうところからね、ほっといたら、また他の菌が入って、うん。なんで、必ずね、こういう穴は埋めないとダメみたいですね。まあ、必ずということではないでしょうけど。横にも植えましょうか。多分やり方いろいろ間違ってたりあるとは思うんですけど、適当にいきましょう。なかなか好きな人しかできないですよね、こんな地味なこと。そういった場所を持ってる人しかできないですよね。まあ、僕は場所持ってないんですけど、ここの土地のね、方に許可をいただいて、させていただいてます。よいしょ。ようやくね、ちょうど一本の木で400斤ですかね。椎茸だけ打ち終わりました。ああ、疲れた。腰が痛いわ。で、あと、このね、桜の方にナメコをね、ちょっと打つんですけど、休憩してからや。あ、疲れた。ようやく椎茸がね、打ち終わったんで、今からね、ナメコです。うん、あ、しんど。まあ、ナメコは一回やってるんでね、
まあ適当でいいでしょう。よし、行こう。やっと終わった。ああ、腰痛。3時半ぐらいかな。終わりました。こっちがね、椎茸。で、こっちがね、なめこ。ああ、しんど。さあ、一応並べておこうか。それで終わり。やっと終わりました。腰痛。で、去年はね、初めてだったんで、まあ容量も良くなかったのと、最初ノコギリをね、使ってやろうとしてたんで、で、まあ結局、電動をね、まあ買って、で、2日間ぐらいかけてね、まあやった作業だったんですけど、今日はね、まあちょっと最初からね、まあ電動工具もあり、まあ容量も少し良くなって、まあ朝からやってね、今3時過ぎぐらいなんですけど、ようやくね、まあ終わりました。まあさすがにね、1日でやるのは、結構ね腰痛いです。はい、ただ今日はね本当に木のね、まあ、伐採から金打ちからね、で今これ仮伏せっていうのをね、まあ、しました。でこの状態で金をねずっと繁殖させるみたいです。梅雨前までね、まあ、放置してたらいいみたいです。で梅雨前にねブルーシートを取って今度ね雨も当たるようにして繁殖したであろう金をね、まあ、生やすっていうね、まあ、作業に入るみたいですね。おそらくね、まあ、この分はちょっとね金を打つのも年明けて遅れたんで、今年の秋はね、難しいとは思うんですけど、来年たくさんね、なってくれたらいいなと思います。はい。ということで、またね、まあ、進捗あれば、まあこういうね、動画で報告したいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。